アイテム番号 SCP-380JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-380JP は、サイト8181に設置された低強緯度物品収容ロッカーに保管されます。このうち、SCP-380JP1 から一度取り出された SCP-380JP2 は、異なる性質ごとに真空状態を保ち、SCP-380JP1 と別のロッカーに保存してください。SCP-380JP3 は含有されている物質に応じて適切な処理を施し処分してください。説明、SCP-380JP は、社から発売された茶葉の入った缶と一致しており、中には茶葉が 250g 入っています。外装である SCP-380JP1 は、狭山茶と書かれたラベルと、内容物である茶葉に関する一般的な説明がされたシールが貼られている。外見的には特に異常性の見受けられないアルミ製の缶です。また、内容物は成分検査の結果では異常は見られず、SCP-380JP1 から確認されているすべての茶葉は通常のそれと何ら変わりありませんでした。この内容物を SCP-380JP2 に指定します。SCP-380JP の得意な点は、SCP-380JP1 の蓋を開けた人間が法を犯したことがあるか、また、その時の内容は何だったのかによって SCP-380JP2 でこし取った、茶の性質が変化するというものです。以降この茶を SCP-380JP3 とします。SCP-380JP3 は、SCP-380JP1 を開けた人間の、日本国で定められている法律上の違反が悪質であればあるほど、人体に有害な物質になっていくと推測されます。現在、SCP-380JP3 からは11種類の化学物質が発見されています。法を犯していない人間であれば、SCP-380JP1 に記載された通りの、無害な SCP-380JP3 が越されます。性質の変化は、缶の蓋を開けたその瞬間に確定する。と判明しています。表、SCP-380JP3 から発見された化学物質。物質名、塩化水素。症状、呼吸困難になり、肺水腫が発生。罪状、痴漢、強姦。物質名、酸化ヒ素。症状、心臓麻痺を起こし死亡。罪状、殺人未遂。物質名、カドミウム。症状、頭痛、めまい、加えて肺気腫が発生。罪状、詐欺。物質名、シアンカカリウム。症状、大脳などの運動が停止、昏睡状態を経て死亡。罪状、殺人。物質名、フェノール。症状、中枢神経に後続的な障害。罪状、暴行。物質名、アニリン。症状、メトヘモグロビン血症が起こり、昏睡。罪状、窃盗。物質名、バリウム使用。症状、上肢、頸部の筋肉の麻痺。罪状、危険薬物の乱用。物質名、ジクロロベンゼン。症状、頭痛。罪状、行動の不法占拠。物質名、塩化水銀。症状、消化管炎に始まり吐血。末梢循環不全を起こす。罪状、公務執行妨害。物質名、酸化放素。症状、粘膜出血の後に昏睡。罪状、重度の器物損壊。物質名、炭酸マグネシウム。症状、下痢。罪状、不法滞在。SCP-380JP の蓋を閉めると、
SCP-380-JP2 の性質の変化はリセットされ、次に開けた人間の経歴によって決定されます。SCP-380-JP1 から SCP-380-JP2 を取り出して蓋を閉めた場合、再び蓋を開けると 250g になるように未知の手段で SCP-380-JP2 が補充されています。また、取り出した SCP-380-JP2 や他の物質を SCP-380-JP1 に入れ、蓋を閉めもう一度開けた際には、性質の統一された SCP-380-JP2 で 250g に満たされています。この際、余剰分として SCP-380-JP1 に入れ、消失した物質の追跡を GPS などで幾度か試みましたが、すべて失敗しました。これに対し、SCP-380-JP1 から取り出された SCP-380-JP2 は取り出された時の性質を保ち、濃さなども変わらずに、半永久的に SCP-380-JP3 を越し続けることができます。これらの特性により、回の実験などで、グラムの SCP-380-JP2 が収容されています。SCP-380-JP は2000年に、埼玉県の民家で発見されました。SCP-380-JP3 を飲んだ6人が同一の体調不良を訴え、47歳の男性と21歳の女性が死亡しました。埼玉県警が食中毒の可能性を捜査する過程で SCP-380-JP に行き着き、エージェントを介して財団に収容されました。この事件の捜査の関係者、及び死亡しなかった当事者4名にはクラス B の記憶処理がなされ、カバーストーリーとして、シメサバによる集団食中毒が用いられました。SCP-380-JP3 を入れる際に SCP-380-JP1 を開けた43歳の女性は窃盗の常習犯で、会の任意同行を経て、万円の罰金を支払っていたほか、裁判では暴行罪での敗訴記録が残っています。ホイ1、同一時期に、社から販売された SCP-380-JP と同じ商品を回収したところ、特異点を持つ者は SCP-380-JP のみでした。いつ、どこで能力をこの間、茶葉が得たのかは現時点では不明です。ポイ2、SCP-380-JP3 を飲み干した人間は全員、SCP-380-JP3 を入れた容器の底に以下のメッセージを認識します。しかし、飲んでいない、または飲み干さなかった人間には認識することはできません。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。